あんたたちみたいにムカつくやつらには普通の地獄なんかじゃたまんねえわ。メガトン級の地獄ってやつを見せてあげる。ポーズで、どこメガモリーナ。待ちな、話は聞かせてもらったぜ。一瞬モンスターかと思ったよ。あんた見かけによらず随分と無謀なやつだな。奴らに勝てるわけないのに。仕方ねえ。手向けってわけじゃねえが、オイラはここに囚われた時にこっそりと自分の持ち物を隠し持っていてな。どうせオイラにはもう使い道もないし、あんたにくれてやるよ。おお、特薬草3個、魔法の聖水1個、爆弾石1個。どうやって隠しとったんやろ。身体検査ぐらいあるよね、きっと。今渡した道具を使いたければ、ちゃんと袋から出して自分の持ち物に入れておくんだぜ。オイラが渡した道具を使えば、少しは奴らともやり合えるかもな。もっとも、その分苦しむ時間が長くなるかもしれねえが。まあ、せいぜい頑張るこった。きっと大丈夫なのでは。と、私は思っているけれど。え、で、どこ？お、こっちにはもう帰れなくなっている。キッシッシ、そろそろ時間だ。上の処罰帳に行って、地獄のお仕置きラッシュを受ける覚悟はできたか。あ、なるほど。はい。え、めっちゃ観客おりやん。そういう感じなんやね。黙々となんかと思った、1対1で。妖魔の監獄の本当の恐ろしさ。久しぶり。その生意気な人間に今までに受けたやつがおるってことやね。いくら仮面舞踏会で準優勝だったからってこの戦いには勝てるわけないぜ。まったくバカなこと。なんかさ、このハンフリーの格好、いや私前にも言ったっけ、言ってないっけ。なんかさ、こんな感じの格好のやつおらんかった今までのあのドラクエの主人公で色味とかさ、こんな感じのおらんかったっけ。トロデとかが出てくるやつ、こんな感じの格好じゃなかった格好と色味と髪型は違うけど、もっと短かった気がするけん。なになになに、弱体化させられるとかそういう感じじゃない。じゃなかったらそんなボコボコにやられるとかありえんもんね。よく見てちょうだい。そこに立っているのは無謀にも私たち魔族に盾ついた不届き者よ。愚かで哀れなその人間に自分の立場ってやつを分からせてあげましょう。さあ、地獄のお仕置きラッシュの開幕よ。いろんな魔物が大量に出てくる感じかな。ラッシュやし、ホラー。地獄のお仕置き軍だ。やっちまえ、バカな人間はお仕置きだ。よし、周りのヤジが。こっちの攻撃あんまり、いや、めっちゃ効いてる。めっちゃ普通に効いてる。何も弱体化されてなーい。待って、なんか、あ、呪文が封じられてるってこと？特技は？でもあれかな、一体ずつじゃないと無理な感じかな。敵1グループこれいけるんじゃね？受けてみなさい。結局1匹残ったけど。はっ、もう終わり？イエーイ。で、多分、次々出てくるってことやろ。マルティナは最初のお仕置きに耐え抜いた。よし、来いや、次。魔物は途切れることなく襲いかかってくる。どうやら戦いはまだ続くようだ。ひょひょひょ、しぶといやつめ。次こそ本物の地獄を見せてやる。さあ、行くぞ。地獄のお仕置き軍団。ぶっ倒せ！生意気な人間め、もっともっと苦しみな。このなぎ払いは、よね、同じ魔物同士よね。受けてみなさい！全員に言っていただきたいけど。この呪文使うやつらはさ、回復とかしてきそうで嫌よね。大丈夫かな。イエーイ。とりあえず2体一気に。よっ！ケイケイ。大したことないわね。弱いじゃねえか。え、みんなこんなに苦戦しよん。大丈夫？マルティナを再びお仕置きに耐え抜いた。
魔物は途切れることなく襲いかかってくる。どうやら戦いはまだ続くようだ。なんかちっこくなったよ。ギヒギヒ、人間だ人間だ。お前痛みつけたらどんな声で泣くのかな。ギヒヒ、まあ、強さに大きさは関係ないかな。でもこれ一気にいけるやつやね。悲鳴を聞かせろ、今度こそおしまいだぜ。え、これ別々なん？3体3体で違うんや。ね、全員一緒かと思った。何？一発なんやけど。めっちゃ一発なんやけど、やばくない？超弱いやん。やっぱ大きさ通りやったわ。大したことないわね。大したことなさすぎやろ。どうやら話に聞いていたお仕置きとやらも、これでおしまいのようね。マジで？こんだけ？あの地獄のお仕置きラッシュをたった一人で耐え抜いたなんて。数だけ集めればいいってもんじゃないやろ。どうしてあれほど頑張れるの？しかもなんかすごいって思われてるけど。じゃあみんな普通にやり返したりとかできる状況やったってこと？え？単に弱いだけ？大丈夫かみんな。デカモリーヌが来たのでは。地獄のお仕置きラッシュを突破するなんて。やっぱりメガトン級に生意気なやつね。やっぱそうなんじゃない？え、でかすぎやろ。こうなったらこの監獄の支配者であるメガモリーヌ様直々に。メガモリやった。あんたに鉄槌を食らわしてやるわ。でも意味的には同じような感じやん。かわいさのかけらもなくてびっくりするんだけど、何かわいい部分そのハートだけかよ。へえ、怖ー。想像と全く違っとったんやけど。私もうちょっとさ、丸っこいフォルムを想像しとったよね。でかいはでかいんやろうけど。くそ！戦い終わって疲れたところを狙うなんて、卑怯だぞ！ああ所詮あんたみたいな人間なんか、ブギーよりでかくない？そんなことない？まったく、ちょっとブギー様に気に入られたからって。調子に乗らないでよ。あ、でもさ、ブギーあんだけなんかね、メガハートになりよってけど、マルティナ相手にマルティナがタイプやとしたら絶対メガモリーヌとかタイプじゃないやろ。ブギー様が愛しているのはこのあたし。美貌もスタイルも筋肉だってあたしの方がメガトン級。ある意味すべてメガトン級な気はするけど、ある意味ね。お、このままボス戦突入か。ここはボスじゃないか。ここで戦って、メガトン級も大したことないのね。出たらまたそれはそれでブギーと戦いがあるんかな。もうお仕置きの時間は終わりよ。そんなに死にたいのならこの私が望み通りにしてあげるわ。でもこんなにでかくてこんなに声可愛いってすごくない？だいたいでかかったらね、声も低くなるよね。マルティナさん、もういい。もう立つな。歯向かうのをやめれば、もしかしたら命だけは助かるかもしれない。このままじゃあんた死んじまうよ。ここで立つのを諦めたら、待っているのは希望の杖へと本当の絶望よ。今世界は絶望の闇に覆われ、たくさんの人たちが魔物に怯えて孤独にさらされている。でもここにおる人たちなんか意外と少なかったけど、苦しむ人たちを歯向かう人もそこまでおらんかったってことか。かつてね、彼や仲間たちが大量におるかと思っとった。そうしていたように。その思いが絶望の中にいた私を突き動かし、決して揺るがない希望の光となって前に進む力を与えてくれた。だから私は何度だって立ち上がる。人の心に宿る希望の光はどんな絶望にも負けはしないわ。かっこいい。うわ、もうなんか体格差見たらめちゃくちゃ負けそうな感じやけど。ね、すごいね。え、マジでそういうもうムービー上で倒してしまう感じ？おー！戦闘すらなかった。うわっ！
くこれは大乱闘に発展するか。よくもメガトン級に美しい私の体に傷をつけてくれたわね。やっぱ戦闘はあるか。あんなんで終わるわけないよね。さすがに。みんなの中にもまた希望が生まれてきたのでは。どうして。あんたのおかげで目が覚めたよ。深い絶望にとらわれるあまり俺は希望を見失っていた。孤児院の子供たちを守ること、それこそが俺にとっての希望の光だ。あ、そっか、そんな話あったね。それを守るために俺も立ち上がるぜ。子供たちおらんかったことない、街中に。俺たちあれかな、労働力にならんけん別の場所になんか閉じ込められとるとかなんかな。試合を危険するわけにはいかねえからな。それとも孤児院に行ったらちゃんとおるんかな。まあ、真っすぐ私上に登ってきただけやけどね。お、回復ありがとう。さっきはひどいこと言ってごめんね。あなたの言う希望の光ってやつ、もう一度信じて一緒に戦うわよ。さあみんな、でもあんな雑魚たちにね、ボコボコにされよったんやったら、一緒に元凶であるブギーを倒し、こんだけ集まられても特に意味はないような気がするけど。あんたたちみたいにムカつく奴らには普通の地獄なんてじゃたまらないわ。メガトン級の地獄ってやつを見せてあげる。ポーズ。よっしゃ、行くぜ。恨むな。何？なんか結構ファイト、結構効いてない感じがするな。ハンサムな戦い方を見せてやる。そんなこと気にしよるけんやられるんよ。戦い方にハンサムも何もないけん。あ、とりあえずさ、なぎ払いでこの、え、牢獄長と監視長だと別々のやつでや、どういうことやねん。なるほどね。さみだれ好き、いやー違うな、一線好き、足払い、もう普通に行くか。周りのやつからやっつけようかな。一発やん、やったね。ルンルン、ルカルン。あいつも絶対可愛くあろう、可愛くあろうとしようやろ。よし、ちょっとお仕置き監視長の方。イエーイ、これでもうあとはお前だけだ。どう？かわいいんだけどもね。いや、痛い。見とれなさい。そっちではちょっと見とれねえわ。獣系ではないよね、メガモリーなんて。イエーイ、会心の一撃。やった、ちゃんと成功した。イエーイ、ありがとう。ちゃんと回復してくれるのよ。いいな。なに。なるほど、向こうに魅了されてこっちを攻撃してるのね。まだなんか敵おるんかと思った、他に。めっちゃ普通に当たるやん。イエーイ、あ、ありがとう。よしちゃ、みんななんか頭上に何投げとんかと思ったらドラキーが飛びよるっていう、観客席を見る余裕。いけー。あれ、意外と、ちょっと待って、私以外がとどめさしたね。どういうこと。なんで私がこんな奴らに。私の方がメガトン級なのに。まあその見た目のインパクト的にはめちゃくちゃメガトン級やけど。これで本当に終わりよ。はあ。でもみんなの回復とかもあったけんね、いい感じやったね。あ、なんか悲しいね。人間は解放してほしいけど、なんかああいういろいろやりとりとか見よったらさ、そういう方向ではなんか幸せになってほしい気がするけど。早くここから脱出しないと。空間に亀裂が。
いや、どうやって脱出するん？そこから逃げ出せるんやないん？あ、ほら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 、あれはもしかしてグロッタの町の一か八か。みんなあそこに飛び込むわよ。あの牢屋に捕まんとった人たちは大丈夫な？このメンバーしかおらんけど。みんなまだそこに。あ、まあ、ブギーは常にここにおるんが。かわいこちゃんの身に何か。いいえ、お、ほんげー、あっちを倒してきました。お、なんかみんなどさくさに紛れて俺たち出てきとる。どうなったんだ。え、てかそんなのおったっけみたいなキャラもなんかいっぱい出てきとるけど。俺たち戻ってこられたのか。さあみんな、なんか出てきたら意外と人数多いんやけど、こんなにおった。あとはブギーを倒すだけ。奴を倒して立て続けだな。グロッタの町に平和を取り戻しましょう。なになになに、さっきの戦いの傷が、え、なに。ん、マルティナさん、一体どうしたんだ。うっぷっぷっぷ、ようやくボクちん特製バニースーツの効果が出てきたみたいだね。え、あ、これなんかあれか、主人公と合流した時なんか操られてるみたいな感じになっとった。これからはボクちんだけのために一生懸命頑張って働いてね、ボクちんの可愛い子猫ちゃん。ってことはこの個人のマルティナのストーリーっていうのはバッドエンド的な感じで終わるってこと？もちろん交換日記もしてもらうし、もしかしたら手を繋いだりしちゃうかも。全然順調じゃないやん、超浮気する気満々よ。あの子のことはどうなったんよ、メガモリーヌ。それだけは、いや。ですよね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。